はい、こんにちは。始まりました、フォトグリッシュの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。で、毎日リスニングはまずノーヒントで聞き取りを行って、そして表現の解説を行います。で、そして、終わった後に自分でもこう発音をして練習することでリスニング力やスピーキング力を鍛えていこうという講座になります。で、今日は鬼滅の刃の炭治郎くんの名台詞を取り上げています。で、今回は代名詞がちゃんと聞き取れるかっていうのがポイントなので、まあ、文法から予想したり、まあ、単純にこう音を聞き取ったりっていうので、挑戦してみてください。それでは3回行ってみましょう。 Remember, it's the heart that drives people, so it can grow as strong as you need it to. All right, see you later. はい、という感じですね。で、まあ、ちょっとずつこう完璧に聞き取ろうとすると難しいところがあるかなと思います。では行ってみましょう。 Remember, it's the heart that drives people, so it can grow as strong as you need it to. All right, see you later. はい、という感じですね。では最後行ってみましょう。 RememberIt's the heart that drives people, so it can grow as strong as you need it to. All right, see you later. はい、という感じでした。ではですね、ここから回答に行くので、聞き直したい方は動画を戻して聞いてみてください。それでは回答いきます。Remember, it's the heart that drives people.で、ここのざっと聞き取れたでしょうか。で、ここかなり短いんですよね。で、短く弱く読まれているので聞きにくい感じになっています。ザくらいの感じですね。で、そしてハートもちょっと口を大きく開けるのがポイントになります。で、多くの単語がこう EAR っていう風になってると、こっちの発音のことが結構多いんですよね。AR の方が多いんですけど、このハートは EAR だけど口を大きく開けて発音するものになります。 HEARTって感じですね。で、そして、It's a heart that drives people なんですが、こちらは一応いわゆる協調構文になっています。協調構文ですね。で、まあ、どういう感じかというと、もともとこの the heart というのはここにあったんですよね。で、the heart drives people というのが元の文なんですけど、この the heart を強調するために it's と that の間に持ってきているという感じに考えて OK です。で、そして意味なんですけど、このザ・ハートを強調するように訳します。まあ、なんか、いわゆるですね、その後ろから訳しても OK です。で、例えばですね、その人をドライブするのはハートだっていう感じの訳し方ですね。ただ、まあ、このザ・ハートの部分を強調すればいいので、こう、心こそがっていう感じで訳すことができますね。で、その心こそが人をドライブするんだ。で、このドライブの意味はですね、ちょっとこう比喩的になっていて、本来このドライブって、まあ、例えばドライブはカーで車を運転するみたいな意味が、こう、まあ、一般的だと思うんですけど、例えばですね、electricity drives the engine とか、その電気でエンジンを動かす、電気で車を動かすとか、その何かこう原動力があって、それがこう乗り物を動かすとかですね、スティームとシップの関係とか、蒸気が船を動かすとかですね、みたいな関係を作ることもできます。なんで、その突き動かすとか、まあ、エネルギーで動かすとかっていう意味でここでは使われていますね。で、元の日本語がこう、人は心が原動力だからなんですよね。なんでここでそのドライブを使っている感じになります。これはいい翻訳ですよね。で、 It's the heart that drives people. で、もう一度聞いておきましょう。 RememberIt's the heart that drives people. はい、ざっと短めで練習しておきましょう。では次のセリフです。 So it can grow as strong as you need it to. はい、で、ここもちょっとね、難しかったかなと思います。で、一応ですね、この It can grow の it の t は脱落しますね。で、そして grow as strong as となっているんですけど、ここ as strong as なんで、こう母音、子音がちょっと被るんですよね。で、ズの音とスの音が被って、こっちが飲み込まれることになります。で、as strong ではなくて as strong っていう感じで発音します。で、そしてこの as もちょっと弱めなんですよね。It can grow as strong as you need it to って感じです。で、そして、needy っ
to なんですけど、ここつながって need って感じで発音されて、で it と to の部分も t がこう重なるので、まあ一応飲み込まれる感じで発音することになりますですね。で意味は it can grow as strong と言っている部分ですね。で一応この grow c、SVC の C ですね。とするとこの C の状態になるって意味にできるんですね。なんでこう強くなっていく、強くなることができるっていうふうに言っています。でこの It の中身は先ほど出てきていた Heart ですね、心になります。で心はこう強くなれるんだって言ってますね。でそれにこう As 何々 As がくっついて、で You need it っていうも微妙に意味取りにくいと思うんですけど、この It も Heart ですよね。 The Heart になります。でこの need を 2v の v がまあ省略されてはいるんですけど、この need を 2v ってすると o に v してもらう必要があるって感じです。で heart にその grow strong する必要があるのとこう同じ分だけ strong になってくれるよって感じが直訳になります。はい。でこれ、まあ、意味取りにくいんですけど、まあ、要はこう必要とする分だけ心が強くなってくれるんだって感じですね。一応こう日本語版だとですね、どこまでも強くなれるみたいな表現になってるんですけど、まあ、ここでその It can grow as strong as you need it to というふうに言うと、こうまあ必要な分だけそこまで強くなれるからっていう感じで言っているんですね。はい、という感じでした。でですね、まあ一応このちょっと聞きにくかったこの as と it があるんですけど、まあ、これはまあ後ろのこの as を聞いた時に、さっきなんか as strong で a っていう音入ってたし、この後ろに as があるしっていうので、まあ、ここにも as があるっていうふうに判断しないといけないんですね。でそして you need it to のところもまあ聞きにくくはあるんですけど、need to とはなってなかった。であと need to ってするとちょっと意味が通らなくなる。でそうなるとここに、まあ、なんか入ってる。で need it to、 need o to v の形だなっていうふうに考えないといけない感じなんですよね。なんでまあ結構難しいんですけど、まあ、こういうのにも慣れていきましょう。ではもう一度聞いておきましょう。 So it can grow as strong as you need it to。 はい、という感じですね。さあでは次のセリフです。 All rightSee you later. はい、という感じですね。で、alright 大丈夫だったかなと思います。T が若干まあ口の形だけ残して発音する感じになってますね。alright。で、そして see you later なんですけど、ここちょっと D っぽい変化になってます。で、see you later が later っていう感じに変化する感じですね。ではもう一度聞いておきましょう。alright. See you later. はい、という感じですね。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あと絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。一応鬼滅の刃は、5月から始めているアニメ英語ラボという講座で、全セリフ解説するという講座をやっているので、ぜひねご参加していただければと思います。で今5話まで終わっていて、8月から6話に入る感じになりますね。ということで今日はこれで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 Remember, it's the heart that drives peopleSo it can grow as strong as you need it to. All right. See you later. Remember, it's the heart that drives people. So it can grow as strong as you need it to. All right. See you later. Remember, it's the heart that drives people.So it can grow as strong as you need it to. All right, see you later.